付きの一言目っていうのはね、本当に完璧な対処法だと私の目には映りましたね。まあもちろんこれはね、あくまでも私の主観なんですけれども、その家族や友人、知人にね、死にたいと言われた時の対処法が記されてあります、本書、死にたいと言われたら、をですね、読んだ私からすると、この夏木の一言目っていうのはね、本当に完璧な対処法だと私の目には映りましたね。というのもですね、その家族や友人、知人に死にたいと言われた時に、まず絶対にしてはいけないこととして、本書で紹介されている内容と言いますのが、まず話をそらすこと。そして次に、否定とか励ましの言葉をかけることに、これなるんですよ。なぜならですね、それらの行為というのは、その死にたいと告げた相手とその自分との信頼関係みたいなのを削ぐ行為だからなんですね。その点、その夏木のカメの言葉というのは、これ先の解説した通り、このカメブガス漏れがしやすいんじゃないかなっていう、ただの事実をこれ告げているだけですからね。むしろこれ話をそらすところがですね、話題にも持っていなかったその吉見の自殺を自ら話題に上げですね、で、なおかつ否定も励ましもしない、ガス漏れがしやすいという事実だけをこれ告げているんですね。そして、ここからがさらにこの一言のすごいところなんですけれども、